スヌードを被る女性の絵、テキサス州海軍航空基地で働く女性たち、スヌードは首の周囲に巻くことを想定した布の一種。スヌードとは、当初はスコットランドなどで未婚女性がつけた盲状のヘアバンドだった。その後、犬の耳カバーとしての呼び名になる。そして、2010年代の日本では、防寒剣、ファッションアイテムとしてのマフラーの端をなくし登場にしたような形状の、 首に巻くものを刺すことが増えた。素材はニットやファーなどで長さ、太さも多種。食事時のドッグフードの付着や散歩時などの汚れを避けるための長い耳をし下犬用の耳カバーもスヌードと呼ぶ。英語圏では工場などで帽子の元に被るためのネットもスヌードと呼ぶ。英語圏では日本におけるネックウォーマーの類も含めてスヌードと呼ぶこともある。 防寒のためスポーツの世界でも着用する選手もいるが、激しい接触プレーがあるサッカーでは危険性が指摘された。2011年3月5日、国際サッカー評議会は同年7月1日付で試合中のネックウォーマーの着用を禁止することを決定した。ありがとうございます。